下行くんでしょこれずっと。丘陵もあるぜ、すごい。小田原に出てきました。35号線を走っております。新早川橋、小田原漁港、小田原魚市場、ここ降りてくんだよね。料金所までっつって、そうよ、前回はまともにここを走ったんだ。まあ愛嬌だね、こういうとこいっぱいあるんだ。でもこっちの方が気持ちいいかもわかんないな。石橋今閉鎖してんのか、それとも。ここそれの絵が電気ついてるから、うわー今日
しいね。湯河原まであと15キロ。ここ懐かしい。いやーここはいいよ。この景色最高だよね。素晴らしい。島は何なんだ。うわぁ綺麗だなぁ。大好き。うわあ、あそこで釣りをしてる人がいるな。のどかだね。何やってるのかね。何が釣れるんでしょうか。景色に見とれてバイクで着いたつなんて言ったらさ、恥ずかしいよね。椿ラインでもああやって自転車越えて上がってる人いるんだよな。すごいよな。東京から来てたりして、やっぱり至る所に掲示板に書いてあるね。申し訳ねえな。
景だね。見てこれ、絶景だよ。絶景絶景。おお、素晴らしいな。そろそろあれだ、電池を調べないとこれ消えてんじゃねえかな。これ調べてみる。この前はね、7ブルーライン走ったけどね、